何が一番大切になるかっていうと、引いて引く動きの中にはですね、必ずこの覆いかぶさる、いわゆるカバーリングザボールですね、ボールの上に胸が覆いかぶさる動きが入るわけです。背中を引いて背中を引くということで、引くというイメージは早く胸が上を向いてしまいがちなんですね。そこでこのドリルとの組み合わせも考えていただきたい。この位置でこのドリルはまだ胸が下ですよね。そしてその後引き上げられる。左肩だけを引くとイメージすると早く上を向いてしまうので、今やりました引く、手を入れ替える、下を向いて、ここまでは胸が下を向いていました。その後を引き上げるというふうにですね、いわゆるやはりカバーリングザボールという動きが非常に重要になる。すなわち最小形のイメージですね。ですからここでちゃんとまっすぐ当たらないのに今の練習をしてもですね、意味はなくはないですけれども、ちゃんとした当たりにつながりにくいということで、ですから最小形の動きっていうのを毎回お伝えしている。最小形で皆さん打てたとしても、それが実際フルスイングの時に使われているかどうかっていうのは疑問だと思うんですね。これは私も含めてそういうことがあります。違うドリルをすると前のドリルを忘れてしまうということで、また今後もいろいろな発見があると思いますけれども、それはですね、すぐさま皆様にお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ今回のこの私が目から鱗を落とした動き、そしてその最小形との関連、考えて練習していただければですね、皆様に必ず何かの気づきが生まれると確信しておりますので、ぜひ頑張って練習してみてください。